かっこよくこれを決めたい。いけ。え、何それ。え、これ何いないと。こんなにもするな。急に不意打ち。さよなら、どうもコーナーです。ということで、バウンティーラッシュ楽しんでいきましょう。今回はね、ベンベックマンが今環境めちゃくちゃ活躍できるんじゃないかなということでやっていきたいと思います。現在ですね、お頭の数がちょっと減り、かつ状態異常が入りやすい環境になりました。そうなってくるとね、このベンベンベベの何もするな威圧状態がめちゃくちゃに強くて、敵攻撃不能状態にして、まあ、こちらで一方的にボッコボコに殴っていこうというようなことで、今回のメダル編成こちら。スキル1の何もするなをめちゃくちゃに短縮して、一方的にぶん殴っていこうというような編成になっております。ということで、環境めちゃくちゃ強くなったのではないか、ベンベンベベンやっていきましょう。ということで、どうぞ。はい、そうです、ということで、大嫌いなお頭がね、ほんの少しだけ環境から減りまして、かつ状態異常がね、ちょっと入りやすい上映ものに環境にはなっておりますので、ベン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 が環境復活したのではないかということでね、やっていきたいと思います。まあ、復活っていうか、まあ、こう活躍してた時がね、あるかないかっていうのはさて置いときまして、まあ、威圧状態が入りやすくなったってだけでも、だいぶね、あのベンベベンからしたらね、嬉しい情報にはなるかなと思いますんで、頑張っていきましょう。これ何もするな、ルフィバカチン。ここでまず何もするな状態にしておりますので、ここちょっとルフィ対応してね、あの全然上守っちゃっていいよ、カイドウさん。行っちゃって行っちゃって、ここまずね、返せルフィ、その帽子はお頭のだ、ボーン。痛い。まあ、だがしかし、ここまで聞いてしまえば何もするな、これでいけると。で1、はい、どんどこどんどんしっかりと、やっぱ状態異常がね入ると、この威圧状態めちゃくちゃ強いんで、一方的にぶん殴ってぶん殴ってぶん殴って回復して回復して回復してみたいなね。これワンチャンあっち届かない、これワンチャンあっち届かない、いけ。あ、ごめんなさい、当たりませんでした、すいませんでした。やっぱそういう、あそこはね、もうあの先輩にしっかりとお願いしちゃって、で威圧状態ね、ちょっとぶち込んで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 でね、やっていきたいと思います。ここ回避みたい、いけ。キング何もするな状態、はい、吹っ飛ばして回復どうもありがとう。でここ握られるとめちゃくちゃめんどくさいんで、握らせませんよと。んで、ここ回避して、外からボーン。おっと、それはそれはちょっと話が違うぞ。危ない。よ、下降りてった。吹っ飛ばしがマジで強い。さようなら。下まで飛んでいきな。はいはいはい。お前はユーキャンフライでしっかりと。ここ飛んでいける。あと、あそこきついかな。さすがにお頭も。ルフィ来てくれたんで、ここルフィにお願いしちゃいますか。で、真ん中のゲージ。いや、ここちょっと来られるとめんどくさいんで、これ回避見てるんで、やつ当たります。斜面。1、2の3がリア吹っ飛ばし。オッケー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 。いや、ちょっと早く立って、早く。インして、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 オッケー。ジェス回避オッケー、いいよ。ここら辺は、大丈夫。キユーテキングの攻撃はね、ある程度耐えることができますので、しっかりとね、様子を見ながら、もう一回、威圧状態、キング何もするな。オッケー、こいつ何もできない。オッケー、ダメージ力アップしてるよ。これちょっともう、打ちたいな。すごい打ちたい。当たると思うんだよ。俺の可能性当たると思うんだよ。当たって無理でした。ごめんなさい。絶対みんな真似しないでね。ここら辺は、ちょっとどうかな。ルメルフィーは、ここはママの味。いや、これちょっと、キング来てるな。いや、でもここ、てくれたらでかい、それめちゃくちゃでかい。いや、状態以上入れれるような範囲にしてくれた。一発買い誘う、買い誘ってから威圧状態、はい、有名ルフィ、何もできません、さよならバイバイ。お前も一回下まで降りてくか。これは一発買い誘っといて、これはしっかりと3発確実に当てていきましょうと。いや、下ちょっとあれ間に合うかな、俺いけるかな、誰だ、うわ間に合わない、ちょっとここ守ろう、確実にあっちの旗取れると思うから。で威圧状態ね、やっぱ強いんだよね本当に。ザンプロー来た、ザンプローはしっかりと威圧状態ぶち込み、はい、これで状態以上入ってますんで、指揮も何もできませんよと、いうような感じで、これは確実に飛ばしてフォイと。いいね、威圧状態が本当に強いんで、これ多分ザンパラなんで、しっかりと避けて一発回誘ってから、何もするなこの指揮がどこ打ってんねん。はい、どうもしよう。ということで、割とね、シャンクスさんが環境に減ってくれたおかげでね、もうベンベックマンがもうウホホイしておりますんでね、ちなみにメダル編成、威圧状態を、結構短縮してくれる編成、かつ、スキル2のね、ピストルを、短縮、ここ見えないところからぶち込んじゃったりしちゃったしちゃった、誰も当たらない。っていうところなんですけれども、まあ、ちょっと、いいよねって、とりあえずいいよねっていうような感じではあります。で、キングに対してね、お前、何それ、これ何、どうして、どういうことこれ、どう、一旦やつ入れとく、何もするな、どういうこれ、これ攻撃していいの、永遠に攻撃してまうで、おい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 、何なんだそのバグは、面白いことしてんだよ。いや、でこれ自チームにいることによってキングのメダルで火力上がります。なんであそこのね、黒ひげに対しても、あ、無敵中でした、ごめんなさい。さっきのキング何だったんだろう、マジでさっきのキング、これ1、2で3発目当たると見せかけて、はい、ここ回避で何もするな状態、はい、ここでしっかりと黒ひげもぶん殴ってください。でこれスキルにね、また短縮さ
されます。でゲージはしっかりとね、ここ 80% 以上、相手に先に攻撃するよりも回避誘う。はい、でここ先にどんどんどこどんと、さようならバイバイ、っていうような感じで威圧状態にすれば一方的に敵をぶん殴ることができるというめちゃくちゃに強いエベンベックマンになっておりますと。さっきのキング何だったんだろう本当に。おい全部、おい今回の動画の全ての見どころ奪われていったような気がするんですけれども、おいおいお前はまさしく黒ひげだなんて言うておりますけどね。何もするなお前らからの至近距離バツコーン、剣武職もクソもない。このここは確実にぶっ倒していくっていうような感じで旗をね守りきれるこのベンベン、よくない。はい、じゃあ3戦目やっていきましょう。お相手さん確か全員キング連れてきてたんでね、キング状態以上入るのが唯一の救いでね、まあ、状態以上ぶち込んでて旗逃げられるとそこの対応がね、まあ、めちゃくちゃに遅くなってはしまうので、ここちょっと取り割り際しっかりと援護入れておきます。はい、すいませんでした。ということでね、まあキングに旗を握らせないようにどうにかこうにかねちょっと頑張っていきたいなと思います。さあここはカレイリーは、まあ、取り終わり際にしっかりと威圧状態ぶち込んどいてからの、はい、ここで、とりあえずダメージ削るだけ削っときます。でスキルにはね一瞬で、短縮されますので、でこれ近づく回避誘ってからのしっかりとぶん殴っていく。でここまである程度ダメージを削っておけばここからなんとでもあると。ですぐに溜まっちゃってよ、実は溜まっちゃってるよ、回避見てるんで、ここ確実と、瓦礫に隠れてたやん、今瓦礫に隠れてたやん。ジャスカヒレル、ここは確実にちょっと守っていきたいが、しかしすいませんでした、すいませんでした。いやだけど仕事、私は攻撃されるたんびにスキル1が短縮されてしまうのであるので、ここは確実に飛ばして、でここはね大丈夫と。で旗握ってもらおって、ここ何もするな、瓦礫、はいはいはい、オッケー、これで確実に倒せる。ワカレイリーはこれで確実に倒せると。でここねもう攻撃できないんで、ワカレイリーさんは、はい、買い誘ってからのボンと、オッケー、これでねまず安定してキングが真ん中の旗を抜けましたので、ここさすがにちょっとね間に合いませんので、確実に 80% 以上のゲージを貯めておくと。でまたね多分もうゲッター環境にちょっとなりつつあるんで、もう一気にやっぱさっきみたいに旗をね握られて誠に陳謝みたいなね、事案が発生しやすい。ここ何もするな、ここ何もするなしとく。はい入ってる、ちゃんと入ってるね、はい何もするなよ言った通りで、ここ至近距離からのズッコンと、守ってみせちゃう守って見せちゃおうか。これ一発で回避誘うでカウンター、はい何もするな、はいさようなら強い何もするなが本当に強い。でここをちょっとお頭手伝っていこうか、お相手にいた時はちょっと嫌いだけど、ここは旗しっかりと握りつつも、もう一回 80% 以上のねゲージを貯めていきたいと思います。で俺はかっこよくこれを決めたい、かっこよくこれを決めたい、いけ、あはははは決まってくう、強いこれが楽しいんだよな。いやーすごいバウンティーラッシュ楽しいんだけど、今日クリスマスイブで今一人だわ。急に泣いたな、急に泣いとる、急に泣いとこんなにもするな、急に不意打ち、オッケー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 。でこれはまあ言うて何もするな、123発と打つと見せかけてからの、これすっ、マジか、それ避けれるの、うますぎない、絶対に今攻撃来るって分かった、今避けれる人いるの、あれ飛ばせ、何もするな、オッケーいける、負けるなよ、あーマジか、ダウンしたか、いや大丈夫大丈夫大丈夫、何もするな、一発、はいはいはい、いけるいける、はい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 、いけるよ、待って、ここはカレリーさん誰かいけるかな、俺飛んでくるよねこれ、ジャスカヒ、おいおい、オッケー、いける、取れる、任せろ、歌は何もさせない、歌何もさせない、何もするな、あーごめん、やべやべ、あやっぱこれクリスマスイブぼっちだからかな、そういうことかな、いやー誠にこれは申し訳ないことにしてしまうの、誠に申し訳ない、はいさあお願いします。ということで4戦目やっていきましょう。いやでもベンベックマンのやっぱ威圧いいわ、やっぱ入るとねめちゃくちゃ強いんだよね。でもシャンクスさんが本当に環境減ってくれたおかげで、まあ割と戦いやすい状態にはなっておりますんでね、このまま4戦連続頑張っていきましょう。今日なんかラジオやるか迷うな、どうしよう、特に話すこともねないんでちょっとあれなんですけれども、ここ確実にキングにダメージ入れておきました。シキこれね何も見えてないよとか、お前興味ないよとか見せかけてる、何もするな、おい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 、こっちの方が先やったんちゃうん、今のこっちの方が先やったんちゃうの。12これ3発目ちょっと届いたら石ちゃうんだよね実はね。さりげなく体力を回復させてもらいまして、でこれねまたスキル1溜まってないと思うでしょ、甘いんだよね実は、溜まってると。回誘ってからの何もするな、あいいよ、さっきから撃っちゃうね、何もするな、入ってからスキル撃っちゃうねなー、いいじゃんそれもキャンセルしてもらっても。でまあまあいい感じにねやっぱ威圧
が入りますので、まあ、そこがすごい、素晴らしいキャラになっておりますと。でここちょっと若レイリーさん、あ強っ、ちょっと一緒にね守っていきたいと思います。でセキュリティがまた僕はすぐにたまちゃんで、これ即打ちでハイキング何もできないよと、いじめちゃって、はい、みんなでいじめちゃって、僕心のノート読んだことないからみんなでいじめちゃって、あじゃあ何攻撃できないんでね。若レイリーさんしっかりと芝居てくれましたっていうような感じで、味方さんもね助かるよね。やっぱこういう感じで状態異常とか相手が攻撃してこないって分かってたらね、強気でグイグイ言わせちゃうと思いますんで、ここはどうしようかな。こっち降りてこないかな。ちょっと降りてきたキャラに対して、待って、彼に決めるわ、ここ彼に決めるわ、いけ、わっしょい当たるんだよなこれ。いや最高に気持ちいい。であれよろけ向こうとか、まあ、ちょっと剥がせてもらった。おっ、えちょ今、えちょ今のはあれ、ちょっとどうかな、今のどうかな、運営さん、今のどうかな、ここ入れます。だからさ、今のどうかな運営さん、なんでさ今変だったよね。1回誘というか、あーまあ関係ねえよな、やっちまえば関係ねえよな。おいなんかロジャー選手もよくわからん動きしてるで。ここはまあまた多分スキル1で飛んでくると思うんで、確実にジャスト回避を決めていきたいと思います。ここ席届く、あぶね、それ届くんだ、そう危ね、それ届くな、これ何もするな、オッケー、おい何もしてない、何もするな、入ってるでしょ、なんで攻撃してくんの、そんな当たり前のように。あ大丈夫、あ何もできない、何もできない、はい最後威圧状態で2人から守りました。最後まで動画を見てくださった、クリボッチのコアナさんの皆様ありがとうございます。ということでラジオパートやっていきたいと思います。いやクリスマスやね、もうね24日25と、たまたま土日ということでね、僕もなんか皮肉にもお仕事がねお休みなんですけれども、今日ね僕名古屋出身、名古屋住まいなんだけれども、めちゃくめちゃ雪降ってたわ。ホワイトクリスマスってめっちゃ何年ぶりなんやろね。いやでもねやっぱ雪とかってさ、すごい四季を感じれてさ、僕四季感じれるのめちゃくちゃ好きなんだよね。な雪ってさ、やっぱ冬の圧倒的なイメージあるじゃないですか。んだから雪降ってると、あ冬だ、冬来た、雪降ってるってことはもう年末年始だみたいな、そういうテンション感になるんだよね。だからなんか朝起きてさ、うわ寒いわマジか、いやもう布団出れへんてと思ってたら雪降ってて、マジ雪やんって言ってね、めちゃくちゃね、まあ、20代前半やらせてもらってるんですけども、まあ、20代前半になっても雪見てね、まだまだ盛り上がれるね若き心は持ち合わせておりますと、いうところなんですけども、まあ、名古屋ってねあんまりそういうなんかこうないからね、雪がめちゃくちゃめったに降ることってないから、いやそこたまにね見れる雪っていうのは北海道方とか、まあ、東北の方からしたらねもうええわって感じだと思うんですけれども、今こうたまに見れるものってやっぱいいなってね、感じました。こうやって四季をね、まあ、感じながらも僕はね、人生で四季を感じた時、春夏秋冬感じた時にね、パーマを当てる習慣がございまして、まあ冬をね最近ちょっと感じてたのでパーマ当てに行こうと思ってね、まあさっき当てに行ってきました。でパーマをね当ててバッチリおしゃれ完璧だ、よし動画撮ろうって一直線でお家戻ってきた。まあみんな笑えよ。まあでもみんなもそうでしょ、みんなもそうだよね。パーマね今当たってんだ、クルックルしてすごいおしゃれな感じでまとめてもらって、服もなんかちょっと新しいの買っちゃったりしちゃってね、おしゃれしちゃったり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 だけども、まあ一直線でお家帰ってきてセブンイレブンで買ったそば食ってました。大変ありがとうございました。皆さん幸せなクリスマス、クリスマスイブとお送りください。ありがとうございました。